スタッフミヤは、プロ野球選手、高校野球指導者。セメダルマの異名を持ち、爽やかイレブン、山彦打線として知られる、池田高校野球部を40年間指導。選抜高等学校野球大会、全国高等学校野球選手権大会において、優勝3回、準優勝2回の実績を挙げた、池田町名誉町民第1号。孫に、 映像作家の津田明一郎がおり、監督として、ドキュメンタリー映画、津田監督、高校野球を変えた男の真実は、を制作している。2014年に、池田高校が22年ぶりに、甲子園出場を決めたのを機に、津田をモデルとした、後藤地キャラ、津田ハーンが、阿波池田商工会議所青年部によって、制作されている。1923年に、 徳島県徳島市で生まれ、旧家の一人息子として、裕福に育った。徳島県立商業学校に進学するが、当時の特賞は後に、徳島県高校野球育ての親と言われる、稲原幸男監督が率いており、練習見学で猛練習に恐れをなして一年目は、テニス部に、所属。二年目から、野球部に展示。 稲原の式で1939年の選抜に一塁手として、1940年の春の選抜、夏の選手権には、投手として、甲子園に出場している。先輩に、林義和、同級生に、平井三郎がいる。卒業後は、同志社大学経済学部に入学し、野球部では、徳網諸ゲルとバッテリーを組んで黄金時代を築くが、学徒出陣で、 太平洋戦争に出生。日本海軍の特攻隊員となるも、出撃前に終戦を迎えた。戦後は、同志社大学卒業後、日本製鉄広畑に半年間所属式教。日本通運に勤務する傍ら、恩師の稲原が監督を務める地元のノンプロチーム、全徳島に加入。都市対抗に3度出場するなど、当時はプロ化の動きもあったほど、 人気のあったチームで、メンバーにはエースで4番の林、平井がいた。1949年10月12日に、東急フライヤーズに投手として入団したが、わずか1年で退団し再び帰郷。故郷、徳島の池田高校が野球部の指導者を探していたことから、徳島県の公立高校の教員試験を、受け合格指導権の公立高校教員となり、 1951年、池田高校に社会科教諭として赴任する。その授業はいつも本来そっちのけで、もっぱら野球の話で持ちきりだった。翌1952年から同校の野球部監督に就任。しかし当時の野球部には戦後の物不足の影響もあり、ボールが3個とバットも2本しかなかったほどの粗末な環境であった。長い間母校。 徳島省の厚い壁に跳ね返され続けたが、1971年夏の第53回全国選手権にて、池田高校は甲子園初出場を果たした。1974年春の第46回選抜には、爽やか、イレブンと呼ばれたわずか11人の部員で準優勝。1979年夏の第61回全国選手権にも三ノ島高校に、 赤敗したものの準優勝を記録した。1980年頃から芯を少々外していても筋力があれば、打球を飛ばせる金属バットの特性を最大限に活かすため、筋力トレーニングを積極的に行い、山彦打線というニックネームがついた強力打線で、以後の高校野球のスタイルをも変えてしまった。チームも1982年夏の 第64回全国選手権1983年春の第55回選抜と夏春連覇を達成し、名実ともに黄金時代を迎える。当時の池田高校は、類いまれなる強さとツタのキャラクターもあり、高校野球史上屈指の人気校となった。監督として甲子園に春夏通算14回出場し、37勝、優勝3回。 準優勝2回という素晴らしい成績を残すも、68歳、監督就任40年目の1992年3月18日に、優退を表明した。ノックが打てないほど年老いたことが直接の原因である。同年6月30日には、池田町名誉町民第一号に選ばれ、同じ年の11月11日には、自身の功績を称えて、同校内に記念碑が混流され、 除幕式が行われた。その後の数年間、野球部の顧問を務めていたが、体調を崩し入退院を繰り返していた。2001年4月28日に、肺がんのため、三好市内の病院で成去77歳ボーツ。名は、関東イ院、成分弓道大古事。葬儀には、水野勝人など多くの教え子に加え、前田光夫や福島厚彦など、 他校の監督も弔問した。ツタの自宅は今も JR 阿波池田駅の近くに残っている。鋭い打球が自慢のパワー野球で対戦相手を次々にねじ伏せた池田家野球。その攻撃力からツタは攻めだるまと恐れられていた。その相性から強気な性格が連想されるが実際のツタはものすごく臆病な性格で初めて甲子園に出場するまでは 池田高校が3点リードしていても、もうダメじゃ。帰り自宅やと試合を捨てることもあったという。また酒の力を借りて臆病な性格を隠す傾向も見られ、池田町界隈では泥酔した津田の姿がよく見かけられたという。また津田が酒飲みであったことは、池田町ばかりか、三好郡内でも有名だった。1939年9月。 直前の夏の甲子園を制覇した海藻中学校との練習試合で、真田十三、島聖一の投手リレーを相手に4から3で投げ勝った。スタが東急フライヤーズに在籍した年の同僚に、塩瀬聖堂がいた。塩瀬がプロ野球史に残る公式戦唯一の打席で初球を、ホームランという記録を作った試合では、塩瀬の前に登板している。後年、 高校野球の監督として有名になってからこの試合のことを聞かれたがよく覚えていないという返事であった。ありがとうございます。